神奈川県立神奈川総合高等学校は、神奈川県横浜市神奈川区に所在する公立の高等学校。略称は、カンナブサ、KNS。1995年に開校。県内で初めての単位制を基調とした全日制普通科で総合選択制を導入しているが、総合学科を要しているわけではない。 神奈川県立神奈川工業高等学校の敷地内に併設されており、内部は接続されているが、交流はほとんどない。食堂、図書館、室内プール、トレーニングルーム、多目的ホール、弓道場が共用となっている。地上10階、地下1階建てで、エレベーターが3基設置されている。冷暖房完備で、多目的ホール、室内温水プール、トレーニングルーム、 屋内休道場などがある。単位制であるため、一年生などの呼び方ではなく、入学年度に応じた、規制という呼称を用いる。また、大学の単位制と同様に時間割を自分で作成するという形をとっているため、異なる学年であっても生徒が同じ授業を受ける。また単位制であるため、クラスはあるものの朝のホームルームと帰りのホームルームがなく、週1回行われる。 ロングホームルームで飲み、クラスメンバー全員が揃うことになる。部活動や行事は全て生徒したいという形をとっている。例えば行事では、委員の立候補を、クラスで最低人数を選出という方法ではなく、全校に呼びかけた上で、自主的に集まった人たちで運営する。高速は駐輪場がないことによる自転車通学の禁止のみしか定められておらず、制服もない。 なお、右の写真の建物は神奈川工業高校で、神奈川総合高校の校舎は写真のさらに右側にある。写真の校門は正門であり、右側に神奈川総合の名番がある。管理は神奈川工業高校だが、裏門を利用する学校関係者もいる。生徒一人一人の個性の身長を図り、主体的に学び、 国際社会の中で共に生き共に育つ高い人格と心豊かな感性を備えた人間を育成する。普通科の科目に加え、専門の科目やフィールド科目など独自の科目を設けており、個性化コース、国際文化コースのいずれに在籍していても履修が可能である。フィールド科目、前期。 後期その他4月5月7月8月9月10月11月12月2月3月、小、かもめ祭り、フィールド発表会のみ、一般の参加が可能である。生徒会本部の代わりに、協議会というものが存在している。協議会は、行事局、クラブ局、新規局で構成されている。2013年現在、新規局として総務局が存在している。また、 各局には二人の局責任者が置かれており、協議会として活動している。部活動と同好会の運営を援助している。例えばクラブが使える予算の分配などである。神奈川総合高校は条件を満たせば、誰でも新しい同好会立ち上げの申請ができる。そのため、同好会申請の窓口としての役割もある。この項目はウィキプロジェクト学校の 高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。